今日の御言葉、マルコの福音書1章14節から18節。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。イエス様は福音を述べ伝えられました。福音とは良い知らせです。ここで言う福音とは、旧約聖書時代から予言されていたメシアがイエス様であって、イエス様がまさに神の御子としてこの地上にお生まれになって、ご自分を信じる者は救われるんだということを意味していました。この福音を述べ伝えるためにイエス様は十二弟子を召されました。シモンとアンデレはイエス様から誘いを受けてすぐに従いました。これは驚くべきことです。彼らは自分の職業を捨ててまでイエス様についていったんです。自分の職業を捨てるということは、お金を稼ぐ手段がなくなるということを意味します。もしかすると貧困の生活が待っているかもしれません。だけれども彼らはイエス様についていきました。私たちも彼らの信仰に見習うべきです。自分の安定の生活をすべて捨ててイエス様についていきましょう。イエス様についていくということは、この今の世界ではいい暮らしができないかもしれない。しかし天での報いは非常に大きいものです。今日も使わされた場所で忠実にイエスの福音を述べ伝えていきましょう。オールフォージーサス。